スタートしました。バーキングルフコースターと一気に外から山勝オーキッドがかわして先頭に立ちました。早くも2馬身のリード。1番フォーザン、2番のバーキングルフ、直後に4番グリフィス、外5番のリッカロイヤル、最後方3番メジロアースダもさほど差はありません。1コーナーのカーブに入って1段で1コーナー回っていきますが、山勝オーキッドのペースになりました。リードが2馬身、2馬身半、いや3馬身とやや開いていきます。1番のフォーザン2番手、1馬身半差、3番手外に出したバーキングルフ、うち4番のグリフィスが控えました。あと2馬身後方にようやく隊列長くなって、5番のリッカロイヤル後方から2番手、1馬身半差、最後方3番のメジロアースラ、向こう上面にこれから出ていきます。6番山勝オーキッド、リードを2馬身、2馬身半キープ、向こう上面これから中間に向かいます。1番フォーザンが2番手、3番手依然並んで、外2番のバーキングウルフ、内4番のグリフィス、あとは2馬身半離れて5番のリッカロイヤルが後方から、さらに2馬身差、3番のメジロアースラ、依然の最後方です。向こう上面中間を過ぎて最初の 1000m を1分5秒から5秒から6秒近いペース、先頭の山勝オーキッドマイペースに持ち込んで3コーナー回っていきます。1馬身半のリード、依然として2番手はホーザン、3番手依然並んで外バーキングウルフ、内4番のグリフィス、残り600を切ってまだピッチは上がりません。後方追いついてきましたメジロアースラ、さらにリッカロイヤル、一段で4コーナーカーブ、これは決め足勝負になりそうです。4コーナーのカーブに入りました。山勝オーキッドまだ楽な手応え、ホーザン2番手、3番手動いてバーキングウルフが差を詰めて、さらに外から後方待機、メジロアースラも上がってきて直線コースに向かいましたが、山勝オーキッド先頭を突き放した。残り200を切って1馬身半のリード、広がって2着争いか、広がっている、最内からはグリフィス、間からホーザン、外からはメジロアースラ、後方からリッカロイヤル、わずかに山勝オーキッド粘ってゴリ